今日はエンジニアのキャリアと年収。無職に至る。この場合は0円。上場とかですね、売却をした時に、まあ、有名があるっていうのが、まあ、CTO ですね。 はい。続いてですね、ちょっとこの一番右の枠はですね、ちょっとだけここら辺と話が違って、もう左側のはですね、まあ、基本的に雇われるっていうイメージです。こっちはですね、雇う方とか、独立しているとか、まあそっちのイメージの4つになりまして、ここはですね、ちょっと年収とかとはちょっと違う話になってくるかもしれないです。 まずはですね、一番こう独立で簡単なやつ。フリーランスエンジニアですね。多分ですね、未経験からエンジニア目指してるっていう方の、まあ大半の方はですね、まあ最終的にはフリーランスになりたいみたいな。なんか最近フリーランスが流行ってるんですね。エンジニアだったら、こう転職してすぐフリーランスになれますよと。エンジニアの勉強始めて3ヶ月でフリーランスになって、年収7桁もらうようになりました。みたいなですね、方もいらっしゃるらしいので、まあフリーランス目指す方多いんじゃないかなと思います。実際ですね、フリーランスになるのはすごく すごく簡単ですフリーランスになるには、まあ、フリーランスのですね紹介をしてくれるサイトに登録するか、まあ、自分でですねあの仕事を取ってくるかすればですねもうフリーランスになれるんですごい簡単でですね皆さんなりたいならですね実力さえあればなれるのでただですねまあフリーランスといってもなかなかレンジがあるかなっていうイメージですねちょっとここは年収じゃなくてちょっと年の売り上げっていうイメージなんで、まあ、直感的にですね、まあ、普通に比較すると年収ってなるとですねあの社会保険のまあ一部をですね 会社が肩代わりして払ってくれてるっていうのとかあるので、まあ年収のですね、まあ1.3倍とか。 っていう話でですね聞いてもらえればいいのかなと思いますスンがですね思う話になるんですが安ンが思うフリーランスエンジニアの最低年収どのくらいかなっていうのを考えると月の売り上げが大体50万とかそういうくらいのイメージが最低ラインなのかなと思うのでフリーランスエンジニアのですね年間の売り上げでいうと600から大体2000くらいが上限なのかなと思います2000ってなるとですね 1>, 1時間1万円超え出すとか、まあ、そういうレベルの人になると、まあ、2,000万とかいくのかもしれないです。 まあ、やっぱりですね、フリーランスエンジニアはすごく夢がある数値になってるのかなとは思うんですが、まあ、あくまでですね、これは売り上げの話で、単純にですね、まあ、年収とのは比較できないということは覚えておいてください。またですね、最終的なキャリアがフリーランスエンジニアってなったとして、まあ、ちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、あんまり聞いたこともない人で、こう40代、50代ですと。で、まあ、ある程度の能力はあるんですが、まあ、フリーランスで生きているんで、まあ、結構わがまばだったりですね、まあ、あんまり こう会社にに馴染めななないいいみたた方になってととしますとそんな方を雇いますかと言われるとなかなかです、ね、雇わないと思うので、まあ、20代からですね、まあ、フリーランスエンジニアになってこうずっとフリーランスエンジニアやってますという方がですねと、まあ、特になんか役職とかもつかずに大したです、ね、こうプロジェクトを任せられたりせずにです、ねまあ、40代になったとしたら、まあ、正直ですねフリーランスエンジニアからいきなり無職とかもう別業界に転職せざるを得ないとかそういう状態を待ってる可能性もあるので 安易にですねフリーランスエンジニアにならずにもう本当にですね実力がないとフリーランスエンジニアなんて本当にどうしようもないのででかつですねフリーランスエンジニアって別に実力つかないんでですね例えばですね、まあ、社長してますとフリーランスのエンジニアと正社員のエンジニアはまあ大体同じくらいの能力ですとどっちにプロジェクトを任せますかって言われたら確実に正社員の方に任せますよねそのフリーランスの方に重要な役割を任せて得することってほとんどないんであのその方の能力がずば抜けてないか あのフリーランスの人にこう重要な案件を任すすす理由がででねもう皆無なんですよあのフリーランスの人に任せて途中で辞められたら困るしフリーランスの人にですねまあ重要な案件またかせてこうフリーランスの人がですねまあ自分しかできないからって言ってお金上げ出しても困りますからまあなかなかですねフリーランスの方にこう重要な案件任せるとか重要な役職任せるみたいなことはしないのでまあ基本的にはこう言われたことをやるみたいな感じのですねまあ仕事のスタイルになると思うんですが年収は高いみたいな感じになるんでですねまあ成長はそれほどせずに。 まあ、40代50代になるるっていいう可能性がまあ大いにあるんでですねなかなか気をつけてくださいすでに実力はもうシニアとかリードとか CTO とかのレベルでですねフリーランスになるっていう方がいればもう確実に最初から 1,000, 1000万は超えますし、まあ、最終的にですね、まあ、40代50代になっても全然やっていける可能性はあるので、まあ、おすすめするんですけど、まあ、フリーランスエンジニアになりますと、まあ、月収50万もらえます600万もらえますみたいな方はですね、まあ、できれば中継エンジニアとかシニアエンジニアとかのまんまですね、まあ、目指した方が 中堅エンジニアとかですね深夜、まあ、エンジニアを正社員で目指した方がですね、まあ、最終的には得するのかなと安は思いますが、まあ、フリーランスエンジニアは600万からだいたい2000万くらいのレンジなのかなと思いますはい続いてですねエンジニア社長ですね 先ほども少し言いましたけど、あの、ベンチャーの社長って、まあ、創業期はですね、ものすごくお金をもらってなかったりします。シードのですね、まあ、投資が例えば1000万出ましたと。で、社長がですね、まあ、1000万の給料をもらうことは、まあ、ありえないわけですね。シードの投資って、まあ、500万とか、まあ、1000万とか、まあ、数千万とかくらいのレンジなので、そのシードの投資でですね、まあ、例えば2年行きますと。2年行きますってなって、まあ、2000万もらってますと。家賃とか、こう、エンジニア雇ったりですね、人を雇ったり、 いろいろ考えるとそんなんで全然1,000万とか2,000万とかすぐいっちゃうんで自分の給料なんてですねほとんど出せないわけです何とか生きていくくらいの給料を自分に出すしかないんで、まあ、エンジニア社長はですね、まあ、めちゃくちゃ安い人で0円からすごく安いくらいで、まあ、200万とかそのくらいの給料をもらってやっているっていう方も多いです、まあ、ただですねエンジニア社長まあ年収で言うとまあ低いかもしれないんですがこう上場とかですね売却とかした時にもう1億とかそのレベルのですね、まあ、金額をもらえる可能性が んで、まあ皆さんやるわけですね。なので、えっと、まあ、一番下はゼロ円で、まあ、上限、まあ、三千円くらいにしておきました。 まあこれはですね、まあ日本のベンチャーの社長ではほぼありえない金額ではあると思うんですけど、まあエンジニア社長って言っても、まあベンチャーだけじゃなくてですね、なんか普通に受託の会社で、まあその受託の会社がまあ数百人いるみたいな方もいらっしゃると思うんで、まあ数百人規模のですね、まあエンジニアを雇っている、まあ受系の会社だったら、まあおそらく社長もまあ3000万とかですね、まあ1億とか、まあそのくらいのですね、まあお金をもらってる可能性もあるんで、まあゼロから3000万くらいにしておきました。まあ結構ですね、まあ低い時もあれば、まあ高い時もあるっていう夢があるのが、 まあ社長ですね社長ってまあ誰でもなれるんで数十万円ですね、まあ、払えば株式会社とかすぐ作れるんで、まあ、社長になるのは簡単ですが、まあ、お金をもらうのは難しいので、まあ、0円からまあ3000万とか、まあ、そのくらいかなっていうイメージでつけてみましたはい続いてですね最終的なキャリア、まあ、投資家っていうのもですねありえますエンジニアをやっていく上で、まあ、例えばですね、まあ、上場する企業のまあ CT でまあ、30代でですねそういう企業をですね、まあ、立ち上げから関わって CTO としてあの上場まで持っていきました売却しましたとかエンジニア社長をやっていて、まあ、事業売却しましたとかですね、まあ、そういう方は結構投資家になっている方もまあいらっしゃいますとそういうですねあのもうエンジニアなんだけどエンジニアじゃなくて最終的には投資家で生きていくみたいなこともできるのが、まあ、エンジニアって夢のある職ですよね、まあ、こうなるとですねもう年収は意味をなさないというかもう年収ってよくわからない状態でとしてるですね ベンチャーとかが上場したりするとまあいきなりめちゃくちゃなお金が入ってくるっていうですね感じの過ごし方とか普通のですね上場してる企業の株を買ってですね自分のお金が数億円とかあって数億円の何パーセントか確実に上がるようにしておいてそれでですね暮らすみたいなこともできるんでですね投資家ってなるとなかなかハテナなのかなと思うんですが投資家を目指すっていうのはエンジニアとして仕事する上で結構ですね最終地点になりうるのかなと思います。 この投資家になるためのですね、まあ、方法としては、ま、いくつかあると思っていて、まあ、さっきお話しした、こう、ある程度自分の能力がついたっていう時に、自分で会社を立ち上げる、もしくはですね、もうそこら辺にですね、企業立ち上げたいエンジニアいないみたいな人が結構いるんでですね、いい人を選んで、もしこの人と一緒に会社立ち上げて、売却まで持っていこうと。その、やってる間はちょっと400万かもしれないけど、ちょっと夢のために頑張ろうみたいなですね、感じでですね、投資家を目指すのもいいのかなと思います。 はい。最後にですね、一番最後に残ったの。皆さんがですね、もうこれぜひやりたいっていうのを最後に残しました。悠々自適に暮らすですね。まあこれ投資家とまあほぼイコールなんですけど、まあ、投資家はですね、あの、めちゃめちゃお金をもらって、もう自分で何もしなくてもいいんだけど、投資をして、こう自分がまあ運が良ければお金儲けるみたいなことをですね、まあやるっていう感じかもしれないです。この悠々自適に暮らすはむしろですね、もう一切何もやらないでゲームとかして暮らすと。なんか合流して暮らすみたいなこともですね、エンジニア、 やっていればもししかなので SM では、ねまあ、皆さん目指してほしいなという思うんですがこれになる方法はですね、まあ、さっき投資家になる方法でお話ししたまあ4つビジネス社長を1人捕まえてですねその方の最初のエンジニアになって CTO になって。 ま売却したり上場したりするっていうパターンとま自分が社長になって事業売却する上場させるっていうですね4パターンこのくらいになるとですねま大量のお金を得る可能性があるのでま悠々自的に暮らすこともできるかもしれませんはい今日はですねエンジニアのキャリアの可能性としてまどういう最終地点がありえますかっていうお話をしましたまおそらくですねま今回あなたは何を目指しますかなので目指すのはですねま大体こことか投資家とかですねま悠々自的に暮らすと まあ、CTO ととかかそのあたりを目指すのがいいと思いますただですねこうエンジニアになる上で、まあ、忘れちゃいけないのが、まあ、能力が足りない人はこのですね、まあ、無職というか、まあ、なかなかですねこう泣かず飛ばすみたいな感じになる方もですね、まあ、で実際にいらっしゃるはずなのでそのあたりもですねまあちゃんと認識した上でこのあたりをですねまあ目指してみましょうとまたですね投資家とか有事的に暮らすとか目指す上でですね まあやっぱりエンジニア社長とか CTO とかになる必要があるんですが、まあ、ちょっとここ見てもらったら分かる通りですねエンジニア社長とかまあ0円の年収である場合もあったり、まあ、CTO もですね最初400万だったりとかそういうですね小さい金額をもらってまあ夢を追うみたいなことをしないといけなかったりもするんでですね、まあ、自分の人生設計としてまあ最終的にまあ投資家とか有人的に至りたいんだけど年収もずっと下げたくないリスクを負いたくないみたいな感じだとですねまあなかなか難しいんでですねそこら辺も認識した上で どこを目指すかというのをちょっと考えてですね今後過ごしていただきたいなと思います安によくですね会社の社員の方とかに言うんですけどあの目標を持たなかったら目標を持ったとしてもですねその目標に至るかそれより下しかならないんですね高いですねところに至ることはできないのでまず一番最初にこう目標を定めましょうっていうのが非常に大切だと思っておりますなのでですね皆さんちょっと目標をですねまどういうところに最終的に至りたいかっていうことを、まあ ちゃんと認識してこれからエンジニアとしてですね頑張っていただきたいなと思いますでは今日は以上にしたいと思いますパワー計測78 79 81 83 85バカなまだ上昇するだと最後まで見ていただきありがとうございます チャンネル登録よろしくお願いします。